いいそうがちデビル、明けましておめでとうございます。赤ヶ浦町民のうちなあしま散歩の時間がやってまいりました。放送14回目の今日は1月の6日、うちなあくみ旧暦ではしむちちの27日。皆様いい年迎えましたでしょうかね。今年はね、正月の2日までよく晴れていましたから気持ちよく過ごしたんじゃないでしょうかね。長瓶ついたち久々に南部回りましたよ。セーファー滝の近くにセーファーキッチンっていうのがあるんですが、そこからね、久高島とセーファー滝を見ながら食事しまして、幸せの架け橋でパワー補充しました。その後は正月のアリーからウチナーファームに行って、またちっちゃい、パンダネズミかな、パンダマウスと触れ合ってね、癒されてきました。新年早々のんびりした感じでしたね。さて今年は猿年。猿の字はね、あの新と書きますでしょ。固い実りの年なんだそうですよ。皆さん頑張りましょうね。赤ヶ浦町民のうちなあしま散歩、今年ゆたさるぐとうにげーさびら。改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。赤ヶ浦町民のうちなあしま散歩の時間がやってまいりました。新年今日は第1回目でございますね。実はね、龍花作っていました。あの猿年にかけた龍花なんですけれどもね、猿年に悩いえてぐとんぬばち、しんぬぐとかたくみぬりなゆさ。どういう意味かと言いますとね、猿という字はあの申すという字書きますでしょ。これ実はね、真と読みまして固い実りなんだそうです。それと得て、猿ってほら得てこう得てこうっていうでしょ。これ悪い意味なんですけれどもね、得意な手と書くと得てと書くでしょ。だからあの器用、猿は器用でもあるということでですね、その猿年はこの自分の長所を伸ばして、さらにこの真のごとくね、身を固くするということで、非常に実りの多い年になるそうですよ。チャイエビタガヤ、新年一発目から龍花でございました。ウヘハジカサイビッサ。さて新年最初のうちなあ口で語る民は、今日はこれ言ってみましょうか。沖縄版浦島太郎伝説。昔与那原の与那小浜でウサンシーという方がイリガン、これカモジとか月神と言いますね、これを拾いました。持ち主を探したら美しい女性に出会ったんですね。大切なものだったんですよ、ありがとうございますということで、お礼に竜宮城へと連れて行かれて、おもてなしをされました。時間が経つにつれてふるさとのことが気になって家に帰るんですが、その時に決して開けてはいけませんと紙包みを渡されました。戻ってみましたらね、あたりはすっかり変わり果てて、自分の家もなくなってるし、道行く人も知らない人ばっかりだったんですね。
で、それで心細くなって高台に登り、桑の杖をそばに刺して紙包みを開けますと、中に白い毛が入ってたそうです。白髪が入ってたんですね。開けるとたちまちそれが体にくっついて、ウサンシーは年寄りになってそのまま亡くなったそうです。で、これを見た村人が彼を手厚く葬りまして、そこはウサン滝といって今でもお願寺になっていますよ。で、この男の人が刺した桑の杖がその場所に広がったというようなお話も残っております。東西安心沖縄版浦島太郎物語はじめてなびら。昔湯那覇村中へウサンシーンでいる真面目な青年のウイビータン。ユナバルのユナクバマンジ釣りソウルバスにチュラサルイリガンヒルヤビタン。これウトチクマトオルハジヤンリチヌーシトメータクトチュラサルイナグヌアラワリティ。これウヤヌカタミヌテイシチナイリガンヒルティキミソウチイッペイニヘイデービル。お礼にリュウグウジョンカイソウティチャビラ。ちウサンシーや竜宮城下園寺ウッドイムチサリヤビタン。土地の立つうちにヤンカイケイブシクナティケイヤビタン。ウノバスにケイルバスにウンジュが竜宮カイムドイブシクナイネクノカミジチミ近いねムドイルクトンナイビンドンリチヤビタン。ヤイビーシがチシティナカヒラチアキテナイビランドンリチ紙包みもたさびた。さて、ウサンシーがユナバルンカイムズチチャクト、ドゥーヌヤンネーラン、ミーシッチョールチュンメンソーラン、アギジャビオナンリチ、寂しくなったるウサンシー、ヤマンカイヌブティ、紙包みアキヤビタン。なかなかいや、シラガノアティ、シラギーノアティ、シラギーヌウサンチン、ウサンシンカイチチ、あったにシラガノタンメイナティ、うぬまままあ、さびたん。このようすんちょうちゃるつぬ村のつぬちゃやくれーただのちょうあらんさやんりちまあ、さるとくまんかいうみてうがんじゅなさびたん。ちゃえびたがやぐすよ沖縄版浦島太郎には亀は出てきませんね。さて、今日はですね、全部うちなあむんなるべく選んだんですけれども、内容と合わせてうまく構成しましたので、その辺もお楽しみくださいね。それではおかけいたします。野田恵理子森の木合唱団の歌で童謡浦島太郎をお聴きください。
江里子森の木合唱団の歌で浦島太郎をお届けいたしました。うろ覚えてるのは恐ろしいね。2番の最後はね、月日乗った夏のもう忘れたよって覚えたんですけど、全然違う歌詞でしたね。あと3番4番もあるっていうのを初めて知りました。さて、それでは次のコーナー行きましょうか。3分でわかる琉球歴史のエピソード、3回目の今日はグスク時代の話をお届けいたしましょうか。グスク、ウチナーグチシェグシク、奄美から沖縄にかけて300近くある遺跡ですね。でこのグスクが築かれた時代をグスク時代と言います。この時代の特徴としましては、まず稲作が始まっています。それから鉄の道具が使われています。そして青磁みたいな中国製の輸入品が多く見つかります。面白いのは次、牛の骨が見つかります。今までいなかったんですね。多分これ水牛だと思いますね、工作するために。アジと呼ばれる支配者が現れて階級が発生しているということなどですね。一般的にグスクには城の字を当てていますよね。ところがね、南部の糸満市にはなんと39のグスクがありまして、中には石を投げたら届く範囲にあるグスクもあるんですよ。これみんなお城ってたら大変なことになりますよね。それとね、糸満市に行った時に地図でチングスクっていうのを見つけたんですよ。探しても探しても見つからないもんだから、そば歩いてるおばちゃんにね、チングスクはマイエイビーがやーと、チングスクどこですかと聞きましたらね、これよこれって指さすんですよ。はこれ場所さすんじゃなくて物さしてるわけなんですよ。見たら一つのお墓をチングスクと呼んでいました。ということでね、グスクというのは 何なのかをめぐって民族学、考古学、歴史学の立場から諸説が出されていますよ。まずグスクとはお墓や神を祀った場所という聖域説、それから原始社会から古代へ移っていく時の防御された集落であるという集落説、そして農耕が始まって、まあ、防御したりね、それから支配階級が出てきたので、このアジと呼ばれる人たちに関係する遺跡であるという説、アジ居住説の3つがあるんですね。で他に時代によって使われ方が違う、最初は御滝、次は集落跡、最終的にお城になったというような考えもありますね。雪中説と言います。でこれらグスクの頂点に立っていたのが首里城、水グスクになるわけなんですね。ちなみにこの首里城の中にも水無いグスク、マダマムイグスクという2つのグスクがあるんですよ。ということは聖域を囲っていってだんだん大きくなっていったのかなというのも考えられますね。でグスクの語源なんですが、グは継承、あの音という字ですね。そして継承であったり石のことをグというそうです。スクは敷地、要塞、聖域、だから石垣で囲われた聖域みたいな意味だという説がありますね。それからグは継承、スクは朝鮮語の村を表すという説もあります。大きな敷地という説もあるんですね。そういえばね、石垣島では貧富のことをマイグスクって言うんですよ。前のグスクですね。だからやっぱ石垣と関係する場所だなということが分かるのではないでしょうか。どちらにしろ貝塚時代の狩猟採集のに行ってたの食べ物を取ってきたりするような時代とは大きく変わったというのがグスク時代ということになるようですね。さてそのグスクの頂点に立ったのが水グスクですね、首里城。それではお届けいたしましょうか。乙女椿の歌で首里城をお楽しみください。
椿さんの歌で首里城をお届けいたしました。今日はねちょっとやっぱり雨が少しだらだら降ってるからなのか、サテライトスタジオの前も人が通りが非常に少ないんですけれども、まあ暗くもなってるからね、ちょっとあの風邪ひいたら厄介ですから、まああの厚着しながらね気をつけて歩かれてくださいよ。さておちなや散歩出かけてみましょうか。今日は那覇市坪屋の散歩に出かけてみたいと思います。国際通りから平和通りに向かってアーケードを通り抜けるか、天仏館横の道をまっすぐ行きますとつぶやに着くんですね。ちなみに天仏館の横の通りを行きますと右手に大きな焼き物のシーサーがありましてね、ボタンを押すと内縄口で喋りますよ。ワンネーつぶやのシーサーやいびーんとか言ってですね、面白いですよ。そこから少し戻りまして中の道に入っていくとつぶやに着きます。那覇市坪屋、1682年当時琉球王府が各地にあった焼き窯をここに集めまして、それ以来焼き物やちむんの町になったんですね。なんで坪屋に集めたんでしょうかね。首里と港町である那覇に近いので管理がしやすいということ。実は琉球王府は焼き物を重要な輸出品と考えていましたのでね、王府の管理しやすいところで作らせたというものです。それから家賃は重たいですよね。そして割りやすいでしょ。だから輸出するときに港に近い坪屋であれば便利なんですよ。しかも川を使えば港までさらに近くなりますからね。今でこそねガーブ川みたいに狭いけれども、昔はかなり奥までね幅の広い川が流れていましたからね。それからこれが一番なんでしょうね。家賃の材料である良質の土が近くにあったと。最後に坪屋は斜面になっていますからね、登り川を作るのにちょうどいいわけです。まあこういったことから坪屋に窯が集められたそうですよ。沖縄戦ではあまり戦災を受けなかったので古い石垣や家などが残っています。地区の真ん中を八千門通りという石畳の道が通っておりまして、そこには、その両側にはね八千門の売っているような工房がいっぱいあるんですよ。でその通りを平和通り側から入りますと陶器会館というのがありまして、その下に万寿川という井戸が昔あったそうです。そこからしばらく行くと八千門博物館がありますが、ここで八千門について学習してから坪屋の散歩に出かけるといいかもしれませんね。博物館を出て東の方に進みますと道の上の方に文化財にも指定されている南の窯、フェーヌ窯がありますよ。釉薬、上薬をかけずにそのまま焼く荒焼きの窯ですね。そのすぐ隣の店で休憩してから散歩を続けてみましょうか。それではまた一曲お届けいたします。この歌詞の中にちぶやという言葉が出てきますので選んでみました。木梨昇吉とチャンプルズの歌でジンジンをお楽しみください。Hi!
吉良昇吉とチャンプルズの歌でジンジンをお届けいたしました。スタディレートスタジオの前をカップルが歩いてきました。雨降ってるからあいあい傘してたんですよね。あいあい傘って今の子たち使う？あ、使わない？何かね、足二人でなんで一つの傘かぶることさ。愛の雨傘っていう歌も沖縄にはあるんですよ。しばらくやってみないけど、どんなですかね。今やったら恥ずかしいかね。また話が逸れてしまいましたけれども、美山はね、まだイルミネーションやっておりますんでね、今遊びに来ると非常にまた夜はね賑やかになりますよ。さて、今日はまた那覇市坪屋の散歩をしているんですが、フェーヌ釜を出てそこから一旦ですね通りに戻りまして、八千門通りに戻りまして、しばらく行きますと緩やかな坂道の交差点があります。その角の方に那覇市歴史博物館が作った史跡表示板があるんですね。戦後の役場と那覇市の変遷地図です。そこから右に入って数字小屋に入っていきますと、昔の様子をよく残す石垣に囲まれた家の風景がありますよ。小道を散策してみてくださいね。古い石垣、赤瓦の屋根、風鈴などがありますよ。でそしてね、一区桃園っていって八千門があるんですけど、八千門やってる店があるんですが、そこは体験もできますからね。でしばらく小道を散策したら、もう一回八千門通りに戻って姫路通り方面に向かってくださいね。両脇は焼き物売る店が並んでいますからね、覗いてみるのもいいですね。通りの最終地点の近くに、上がりのカーという井戸がるんですけれども、手漕ぎポンプでね今でも水が出ますから、そこで手や顔を洗ったりパワーをもらってみてはいかがでしょうか。で途中からね筋道に入ると昔の雰囲気の残る街並みに入りますよ。よく写真に使われている家もあったりしますね。先ほどの育桃園のように工房の中には体験とか見学できるところもありますからね、コーヒーカップとかお皿作ってみるのもいいかもしれませんね。さて、うちなあしま散歩、今日は那覇市坪屋の散歩をお届けいたしました。福木の木といえばこの歌が大好きなので、これをおかけしたいと思います。いや千恵子さんの歌でちょっちょい子守歌をお楽しみください。あたいがすらて。
いや、千恵子さんの歌でちょっちょい子守歌をお届けいたしました。ちょびあの昔ね、あの時事出版出てくるあの教材会社にいたんですけれどもね、その時にその先輩にね、中曽根さんという人がいましてね、言って大丈夫かね、こういう人のね子供がね生まれた時にゆうたくんって言ったんだけど、この替え歌でですよ、このワッター雲上側のところをね、ワッターゆうたーがんって歌よったわけ。それでものすごい思い出があるわけなんですけども、そういえば久しくお会いしてませんが元気でしょうかね。もしかして聞いてたら何か連絡くださいね。よろしくお願いいたします。さて、つばやの散歩が終わったところで、うちなあるあるに行きましょうかね。今日はシーサーの話をお届けしたいと思います。もともとエジプトのスフィンクスに始まるんですね。ところで皆さん、シーサーのモデルって何でしょうね。コマ犬だから犬でしょうですか。これはヤマト風ですね。もともとはライオンだと言われていますよ。アフリカあたりにいたライオン、百獣の王って言われるぐらい強い動物でしたのでね、エジプトで王の墓、ピラミッドを守るスフィンクスという形で神格化されたんですね。これがシルクロードを通って中国まで来ました。ライオンのことを中国語ではシーというそうですね。で、これに尊敬語の、ほら、孔子とか孟子といったね、この孔をつけまして、シー、シとなったそうですよ。で、これが朝鮮半島を経まして、奈良時代から平安時代の初め頃に日本に伝わったんですが、当時朝鮮半島にあった国の名前は高麗、あの高麗人参の高麗ですね。日本読みではこれ駒というもんですから、駒から来たので駒犬という名前になったそうですね。沖縄では中国明王朝の頃に伝わりまして、シーシ、シーサーと呼ばれたんですね。伝わった国で名前が違ったわけなんですよ。ちなみにシーサーの役割はというと、沖縄では3つありますよ。その1、魔よけ、マジムン、化け物よけですね。その2、火事防止、火の粉を食べるそうですよ。その3、風致ゲーシと言いましてね、悪い病気、疫病が入らないようにするんだそうです。この3つがシーサーの役割なんだそうですよ。だからね、よくあの屋根の上にあったり門にあったりしますけれども、こういったことから家を守ってくれているのがシーサーなんですね。村にある場合は村獅子と呼ばれております。ギルワンのキウナというところにはなんと合計8頭の獅子があるそうですよ。さて、それでは歌いきましょうか。面白いのが見つかりました。まあ、風致ゲーシと言ったでしょ。そのままタイトルです。デイゴ娘の歌で風致ゲーシをお届けいたします。お茶生まれてたわずく
ましょう。娘さんの歌で風地芸師をお届けいたしました。さて久々のクイズ、番組を聞いてると分かりますよ。その1、沖縄版浦島太郎で主人公のウサンシーが拾ったものは何でしょうか。財布、イリガン、紙包み。沖縄版浦島太郎で主人公のウサンシーが拾ったものは何でしょうか。財布、イリガン、紙包み。ピッピッピッポーン。答えはイリガンでした。その2、沖縄県には300くらいのグスクがあると言われていますが、一番多いところはどこでしょうか。那覇市、糸満市、うるま市。沖縄県には300くらいのグスクがあると言われていますが、一番多いところはどこでしょうか。那覇市、糸満市、うるま市。ピッピッピッポーン。答えは糸満市でした。39あるそうですよ。県の報告で39、市の調査で49あるそうです。その3、これは話してないですけど二択にしましょうね。門の上に置いてあるシーサーは家に向かって右は口を開けています、左は口を閉じています。さてどちらがオスでしょうか。門のシーサー、家に向かって右は口を開け、左は口を閉じています。さてどちらがオスでしょうか。ピッピッピッポーン。答えは右でした。口を開けている方がオス、閉じている方がメスなんだそうですね。ちなみに口を開けているのは幸せを呼び込み、閉じているのは逃がさないそうですよ。じゃあ屋根の上のシーサーはオス、メス。一頭しかいない上に口開けてますよね。だからオスです。で皆さんよく考えてみてくださいね。シーサーってライオンでしょ。ライオンのオスメスはどう見分けますか。え、玉、ピピピー、たてがみでしょ。でシーサーはよく見るとチルチルパワーみたいな模様がありますよね。あれはたてがみじゃないですか。ということは口を閉じているのがメスだったらこれはニューハーフになっちゃいますね。ちなみに首里城寛解門のシーサーは両方とも口を開けています。なので開け閉じは日本の狛犬の考えが入ってるんですね。久々のクイズいかがでしたでしょうか。え、全問正解だけど景品ないのですか。それはクレストさんにもらってくださいね。さてそれではまた一曲お届けいたしましょうか。今度はねシーサーの絵描き歌っていうのがあるんですよ。千葉利用シーサー絵描き歌、山城友次と子供たちでお届けいたします。耳をピンと突き立てて、大きなお目目でにら
らんでる。もくもく雲が湧いてきて、お屋根にお団子降ってきた。ヒューリラ風が吹いてきて、マジムン来たって大丈夫。とんがり牙で噛んじゃうよ、噛んじゃうよったら噛んじゃうよ。怖い顔で守ってくれるパパシーサーの出来上がり。ちばり終わったパパシーサー、頼もしいさ、大好きさ。丸いお耳を突き立てて、ニコニコお目目で笑ってる。もくもく雲が湧いてきて、雨がザーザー降ってきた。三角電灯でお団子を食べたら、ひげが生えてきた。おひげじゃないよ、お口だよ。ギザギザ牙で幸せよ。お日様みたいに明るいママシーサの出来上がり。ちばり終わったママシーサ、優しいさ、さ大好きさ。ちいちゃいお耳を突き立てて、はちりお目目開いてる。ふわふわ浮かぶ雲の下、お砂の山に豆を山城友次と子供たちの歌でシーサーお絵かき歌をお届けいたしました。さて皆さん、1月10日ね、今週の日曜日のツアーなんですけれども、無事20名超えましたのでツアー成立いたしました。ありがとうございます。それでですね、急なんですけれども、今月のまた22日ですね、22日には実は伊平屋島のツアーを企画してるんですよ。なんでかと言いますとね、ちょうどその日に県の授業なんですが、組踊り、それから歌劇、そして、流舞という形でね、プロの方々、しかも技能保持者の方々が伊平屋島に行ってそれを見せるというのがあるんですね。だから通常ですとね、何千もするような、芝居類を、まあ、ただで見ることができるということで、せっかくだからそれに合わせて伊平屋ツアーしましょうということになりました。で、初日はですね、名護市の、歴史民俗資料館というところに行って琉球国王のエピソードの話をしましてね、それから運転校に渡って伊平屋と渡り、夕方から、組踊りの鑑賞をします。翌日は半日間伊平屋島のいろんなところを回って、それからまた戻ってくるというような形ですね。一泊旅行ですので少々お値段が張りますけれども、めったに行かない伊平屋島だと思いますので、よろしければ申し込まれてくださいね。沖縄ツリストにそろそろチラシが入ってるかと思います。ゆたさるごとおにげえさびら、今年も最高率 100% を目指しておりますので、よろしくお願いしますね。さて最後のコーナーは沖縄の民族に関するお話をお届けいたしましょうか。茶壇の国体道路を沖縄市向けに行きまして、島村さんを越えてすぐ立橋の下を通って左折すると公園があって、でそこに内納屋という昔の民家が移築されていますよ。茶壇の散歩でもお届けしましたね。そこにはフールがあるんです。フールとかワーフールと言いますけれどもね。で今日はフールの神様についてお届けしましょうか。
豚小屋兼便所のことをワーフォルというんですが、今はほとんど使われていませんね。で、ウチナーではフールに祀られている神様をフドゥーヌウカミと呼んでいたそうで、これ不動明王、仏教で一切の悪を滅ぼす仏なんですけれども、これから来ていると考えられていますね。あの、見たことないですか？とっても怖い顔して右腕を上げてね、背中に火を背負ってる仏像ですよ。で、この不動明王というのは火の力を持って災疫を除き悪魔を滅ぼすという仏なんですね。で、それでフールが完成した時にテービー、これ松明の火ですが、これでフールの内側の壁を焼くことにもつながっていますし、一説によりますとね、修行してるもんですから仏だからね、で、あの、残飯をもらってお供えをされて、これを守ると言われていますから、この点でもフールと共通性がありますよね。一番面白いのは不動、フドゥという音ですね。ドゥの音はね、うちなんちょルーと言いますから、フール、フドゥ、フール音が似ていますよね。そこでフドゥの狼というという話もありますね。で、屋敷の拝みの時にも拝まれますし、子供がどこでまぶい落としたかわからない時にもここで拝みます。それから夜ね、外を出歩いてきて変なものがついてたら困るので、一旦フールに行って豚を起こして、それから家の中に入るというような風習もありますからね。まぶいを取り返してくれる守護神でもあり、悪いものを取り除いてくれる神様でもあるんですね。葬式から帰った時にもフールに行ったそうですよ。今はフールないけどどうですか？その時はトイレに行けばいいんですよ、皆さん、ね、フール、フドゥ、言葉が似ているというのと宗教的な関係でね、その習俗が似ているというところがうちなららしくて非常に面白いところではありますね。さて皆さんね、去年はね、本当1年お世話になりまして、今回も始まりましたけれども、今回はね、うまくね、その内容と曲が合致しましたので、いつものアニメーションはありませんでしたが、 CTU と絵描き歌があったかなぐらいのもんなんですけれども、こうしてね、うまくその本当はね、内容と歌が合うと面白いなっていうふうに思ってるんですが、さすがにレコードライブラリにも限りがありますし、なかなかないのもあったりしますんでね、そこら辺は頑張って埋めていこうかなと思っておりますが、また気分次第で洋楽になったり民謡になったりするかもしれませんけれども、そこはまあもうね、うちなしま散歩の番組の特徴ということで、クネティキミソーリヨッサイ、あとできるだけうちな口も多用しようと思っておりますので、そこら辺もユタサルグとウニゲーサビラ、実はね、フールの神様なんでね、フールの歌ないかな探したらもちろんなかったんですがね、便所の神様っていう歌があるんですよ。便所じゃない、トイレの神様っていう歌があるんですよね。上村かなさんっていうんですかね、この歌ね、初めて真剣に聞いたんだけど、とっても悲しくていい歌なんですよ。ぜひフルでかけたいと思いますので、時間いっぱいまでお楽しみくださいね。うち赤瓦町便のうちなしま散歩、今日はこの曲でお別れしたいと思います。ちょんちちくみそうち一平二平デイビタン、それではトイレの神様、上村かなさんです。小三の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして五目並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで、だから
神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。その日から私はトイレをピカピカにし始めた。べっぴんさんに絶対なりたくて、毎日磨いてた。買い物に出かけた時には二人でカモナンバー食べた。新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。だから毎日綺麗にしたら神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。少し大人になった私はおばあちゃんとぶつかった。家族ともうまくやれなくて、居場所がなくなった。休みの日も家に帰らず、彼氏と遊んだりした。五目並べもカモナンバーも二人の間から消えてた。どうしてだろう、人は人を傷つけ、大切なものをなくしてく。いつも味方をしてくれておばあちゃん、残して一人きり家離れた。上京して2年が過ぎて、おばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った。おばあちゃんただいまってわざと昔みたいに言ってみたけど、ちょっと話しただけだったのに、もう帰りって病室を出された。朝、おばあちゃんは静かに眠りについた。まるで、まるで私が来るのを待っていてくれたよ。